投資もされてきた、まあ、氷の奇跡と。素晴らしい、いいことないよもう。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はこのような貴重な機会をいただいて本当に感謝しています。コープ札幌さんがいろんな面でですね、本当にチャレンジングなことされてるっていうのは、ね、私でもずっと聞いていて、まあ、尾身理事長とも、まあ、いつかお話したいなとは思っていたんですが、まさかちょっとこのような形で実現するとは思ってなかったので、大変今日は嬉しく思ってます。よろしくお願いします。で、物流問題は、まあ、ドライバー の、 人手不足の問題です。で、全体で言いますと、まあ、ドライバーさん今平均的にはですね、普通の一般的な従業員の方と比べて2割以上ですね、労働時間長くて、でもしかし平均給与でいうと、まあ、1割低いというような、まあ、過酷な労働環境になってしまっていると。で、その中で、まあ、本年4月1日から、まあ、労働時間の上限規制というのが適用されて、まあ、それによって物流の2020年問題ということが言われていて、まあ、2024年度で何も対策しなければ 14%、 でさらに2030年には 30% を超える輸送力不足が発生すると言われています。で、これ特にですね、大きな影響を受けるのはやはり長距離の幹線輸送のドライバーさんでございまして、そういう意味ではですね、やはり広大な土地がある北海道であれば、北海道は道内の輸送が、まあ、すなわち幹線輸送というような面もありますので、まあ、一番煽りを受けやすいというふうに考えていますので、やはりこう北海道で、まあ、この影響が出るだろうと。で、あと農産品の輸送に対してですね、特にやっぱり影響が出るというのも出てまして、やはり北海道は食料基地でありますので、まあ、そこの基盤が揺らぐようなことがあってはですね、特に突端部ので暮らされている方、そこで経済活動されている生産空間というものを、まあ、守れなくなってしまうということ、それがありますので、まあ、北海道でこの物流という課題は特に重要だなと思って、今経産省、国としてもですね、特に北海道というところで少し注目されてさせていただいているところです。で、今具体的には政府としては、まず足元の取り組みとして、先ほど言った2020年問題の対策のためにですね、規制と支援の両面という形で今政策をやらせていただこうとしています。で、まず規制というのは日本の企業様、皆様に物流効率化してくださいという努力義務を課させていただいて、その上で一定規模の事業者さん、荷主様に対しては事前に物流効率化する計画を国の方に出していただいて、国ではそれをフォローアップして、万が一取り組みに不十分な場合には社名公表などペナルティ含みの規制措置を入れさせていただく。それからさらに加えて、役員クラスでですね、しっかり物流を見る、まあ、海外で CLO チーフロジスティックスオフィサーと言われているような、しっかり経営層で物流を会社の全体の問題として捉えていただく CLO を設置いただくという義務もこれ課させていただくということになっています。と、我々経産省でいろんな企業さんとお話ししていると、コブ札幌は置いておいてですね、やっぱり普通の企業さんの中で物流の地位がものすごく低い、物流部っていうのがあまり声が会社の中でも反映されないっていう課題をすごく感じていて、でまず我々としてはこれをしっかり経営層までしっかり上げていただく。で、先ほど言ったようにペナルティもありますから、万が一ですね、この会社がまずいとなれば、それはその CLO の方の責任になるわけで、まあ、そういうやっぱり責任感というプレッシャーを負ってですね、しっかり全企業を取り組んでいただきたい。で、物流効率化にもう取り組んでらっしゃるコープ札幌をはじめとする皆さんは我々が言うほどまでもないんですが、まあ、そうは言っても全体を見るとなかなか取り組み不十分な企業さんもマクロで見ると多いので、政府としてはちょっと規制をさせていただくということで、してたら規制をやるからにはしっかり支援もということで、新しい補助金なんかもですね、ご用意させていただいているというのが今の状況です。はい、自前化をする契機になったっていうのは、実は今から25、6年ぐらい前になるんですけど、イギリスにテスコっていうね、全イギリスで、まあ、最大の小売業があって、でそこがたまたま国内シェアを 32% も取るというね、時期があったんです。で、北海道っていうのは今コープのグループとアークスグループとあとイオンさんで両方がまあ3000ずつぐらいで均等で、この3つでスーパーマーケットの 75% ぐらいがもうシェアになっていて、まあ、小売業でいうとまあコンビニとドラッグストアのチェーンがこれに入ってくるんですけど、まあ3強でいわゆる3つでこう寡占になっている状況がすでにあるんですよね。で、そこを実はイギリスのテスコが一抜けしたのが今から25、6年ぐらい前で、で、まあ、その時にですね、実はそのテスコのベンチマーキングをずっとしてたんですよ、イギリス行ってね。で、そしたらテスコは物流を完全自前化してたんですね。で、それでなおかつその物流っていうのはテスコの全イギリス領土に行く物流のトラックが、その店舗とかに行くと帰りにその近くにある工場の商品を積んで、またセンターに戻ってくるっていうことで、いわゆる行きも帰りも積載率が結構あって、
それでですね、こんな効率的な物流ないよなと。で、それを考えた時に、実はイギリスっていう国はヨーロッパ大陸に対してイギリス本島があって、でそれはある意味で言うと北海道のちょうどね10倍ぐらいなんですよ、イギリスって人口構成から言っても。でそうするとヨーロッパ大陸に対してこのイギリスのポジションって、よく考えたら本州と北海道の関係と何ら変わらないなと。でその10分の1サイズダウンした時に北海道があるので、これテスコモデルは北海道で非常に有効じゃないかっていうふうに思ってて、いつかね物流は自前化しなきゃダメだっていうふうに思ってたんですよ。でたまたま2011年の時かな、物流事業を日本生協連というね上部団体が持ってたんですけど、まあ、これをですね、建物は日生協のままで、で中は全部うちがオペレーションするっていうことで、その取引先関係を転換したんですよ。で2年間キリン物流と日立物流にやってもらってたんですけど、いわゆる売り上げが上がると物流量も多くなって、結局物流コストも上がっていくんですよね。そうするとね、アウトソーシングで委託している限りは、内部効率が上げられないと。でなおかつ そこに一つの壁があるので、その向こうは全くのブラックボックスになるわけですよね、はい、でそうするとこれは、ね、いつまでたっても物事を解決しないなっていうことで、それでその2011年にですね、日本生協連から取得した物流の内容を、さらにキリン物流と日立物流に出てってくれと、で自前でやるからということで移行させたっていうのがですね、スタート でそれが今2013年だったかな、から実質スタートして、でこの北海道ロジっていう会社が10年だったというね、こういう到達点なんですよ。でそうするとですね、全道で物流統合すると、実はハブ&スポークなんですよね、北海道は、はいはい、全部札幌圏に一時集約をされて、そこから苫小牧から出ていくとかいうことになる、うん、で例えば本州のものだったら大洗から苫小牧に来て、でそれでまた札幌圏からハブ&スポークで出ていって戻ってくるっていう、こういう陣立てになってるんですよ。でそれで、まあ、2007年に全道統合したっていうこともあって、はい、要するにこの2010年代ずっと広域物流をすでにやってたんですよね、うん、でやってる時に、店舗事業の物流と宅配事業の物流は分けてたんですよ、はい、でこれを統合するってことを契機にして、両方をですね方面ごとにあんたの物流業者決めてやるっていうことで、これコスト削減しますよね、うん、で間に入った2社がなくなりますので、その本部コストがなくなる。でさらにはですね、最終的にはその両方を足してですね運用することでのコスト削減があり、それであともう一つはですね、全体の、以前雇用した人の7割で人数を、まあ、雇用をしてやると。で最後やってないのは見積もり合わせだっつって、見積もり合わせをドンとやったら、いきなりそれで初年度から黒字なんですよ。ということで、まあ、黒字スタートで実は自前化ができたっていう例なんです。でそれはね、実は東海にあるバローっていうね、はいはい、田代社長のところで、学びに行って、完全自前化ってこういうことなんだっていうことをね、うん、分かった時はもうショックでしたね、うん、ここまで行かなきゃダメなんだと。だからよくね物流の搬送する時のローラーだとかあるんですけど、これもね自前でね、まあ、高校卒業したような子たちが4人ぐらいで組み立ててるんですよ、はい、でワンパレット上げるリフトもあるんですけど、これもね自分たちで作ってるんですよ、うん、でなおかつね店舗ごとにどこどこ行き先に決めて貼る天板のシールをね貼っていくんだけど、はい、そのシールのホルダー見たらダイソーの100均のホルダーなの、うん、でそうするとね、こんなね全て物流機器、要するにインフラまで自前で構築してるっていうのはね、あこれが本当の自前化なんだなと思って、うん、でこれをやろうっていうんでやっちゃったのが2013年ですよね、やっちゃったのが、はい、でそしたらこれまあその時からずっと自前でやってきたんですけど、結局ね自前でやると何が問題かというと、そこに小売業であるコープ札幌というね出口があるじゃないですか、はい、出口が。で出口から実は卸売業者っていうのは何時に持ってこいとか条件指定されますよね、はいはい、でもそれが実はその小売側のトップと、いわゆる物流業のトップが一人の社長でやってるので、ここで要するに壁がなくて、両方の部分最適をどうやって全体で統合して全体最適化するかっていう議論ができちゃうというね。
こういうことだったんですよ。だからこれでね非常にうまくいったなと。で完全自前化した上でトップまで一緒の人間がやるっていうことで、そういうですね枠組みができると。でその後ですね事業が順調に伸びていったので、そうするとね、毎年物流量が増えていっちゃうと。で宅配の事業はまあ、トドックっていうふうに言うんですけど、最後ねアマゾンと戦うしかないっていうふうにこうなってて、アマゾンが30万 SKU でやっていて、じゃあコープス札幌の宅配って当時4000 SKU だったの、週次4000 SKU ね。で4000 SKU だとね、週に1回しか行かないので、普通小売店に行くっていうのは週2回行くんですよ、普通の人は2回。ところが宅配は週1のローテーションで行くしかないというのが前提なので、でそうするとやっぱりね買い忘れたものとか出てくるんだよね。でそうすると4000品目の限界をどう超えるかっていうことをね真面目に考えるわけよ。でそれでね私どもで一番売ってるお店でスーパーマーケットで60億売ってる店なんだけど、はい、売上の 90% になるのはどこかっていうふうに決めるわけ、そしたらねなんとね2万品目だった、で2万品目あれば大型スーパーと大型ドラッグストアが、要するに北海道の利尻礼文島のポツンと一軒家まで9割の商品が週1回届くと。で多分ここまでやったら、9割は生活関連用品の網羅できてしまうので、残りはアマゾンさんやりなさいっていうロジックが一番いいんじゃないかと。でそのためには 2万品目をピッキングするピッキングソートはどうするんだという話になって、結局物流の業界っていうのは ABC ランクの商品があって、A ランク商品で頻度の高いやつは、まあ、ケースからパートさんが徐々に順番にねどんどん入れていけばいいんだけど、 C ランク商品って言われている低頻度の商品って、売上の規模があまりにもちっちゃいので、結局それを取りに行くっていう作業がものすごく膨大にかかって、ピッキング1個あたりのコストは実は A 単品よりも C ランク商品の方がはるかに4倍も5倍もコストがかかるのね。でそうすると2万品目あるけど、この残りの1万8000品目をどうするかっていうことが実は勝負になって、でこれをなんとか自動化できないかっていうことをずっと思っていたら、たまたまニトリさんが2017年に初めてオートストアというノルウェー製のロボットを川崎物流センターで入れたっていうのがあって、で新聞の記事で見たので、じゃあ1週間以内にニトリさんに見せてよって言って見に行ったんですよ。でこれねいつかこれ役立つなっていうふうに思ってて、で、まあ、いよいよねコープ札幌が本格的にアマゾンに変わっていくのに、アマゾンは地方で物流センターを作り始めたので、規制を制するためにはこのタイミング以外ないっつって18年に入れることを決めたんですよ、ノルウェーまで行って、でそしたら1日ね5万世帯にピックをするなんていうゲートはオートストアといえどもできないって初め言われるわけよ。待ってくれと、わざわざ日本から来てんだと、ね、でそれで機械の台数とそのピッキングスピードを含めてどうなるかってこと、もう一回ねちょっとエンジニア3人ぐらいでさ計算してよってお願いしたのよ。さ 1時間ねぐるっと回っててさ、そしたらねあできるかもしれないって言ったんだよ。あじゃあ買うからって言ったの早いですね。でその3週間後にうちの理事会で通したんで、でもそれでもね待ち月数はね6ヶ月後だったかな、それでもその段階で決断していったのにもかかわらず、で19年に入って、で実稼働が安定した時にコロナが起こるわけで、2割ね売り上げが上がって、5月の20年のゴールデンウィークの時は 1.4 倍ぐらい物量が増えたのよ。でそれでもね抜けれたの。だからいかにねロボットの生産性っていうか高いかっていうことはもう証明されて、だから他が物流困ってるって言った時にうちは何も困らなかったっていうか、部分人海戦術で人を補強して楽勝を乗り越えられたというね、これがねうちの実態だったんですよ。なるほど、なかなかいいでしょ。いや素晴らしいです。今こう物流危機だとか言われてますが、企業の中の売上高に占める物流コスト費っていうの統計があって、それを今振り返ってみると、それがじわじわ上がりだしたのが2012年とか13年なんですよね。で今のお話だとそれより前からですね、しっかりこれそのヨーロッパにおける、イギリスの関係を本州と北海道の関係とか捉えてですね、将来何が起きるかっていうのを見越して、まあ、将来のことを考えながらですね動かれてたっていうのは本当にさすがだなと思いますね。でこれ一般の方、私も正直ですね1年前着任するまで
物流ほど素人でした。で、やっぱり一般の方からすると物流がなんでこんなに問題なのかって思うと思うんです。で、物流って一般的には初荷主がいて着荷主がいて、で物流事業者で元請けと実運送事業者がいる。で、全てはその着荷主からの小流上の受発注から始まって、で初荷主が物流事業者と契約するけれども、その元請けと実運送会社は必ずしも一致していると限らなくて、実際に運んでいる人は別で、ひどい時には5時6時とか、物流会社の多重下請け構造っていうのがあると。で、実運送会社はそれを着荷主のところに持っていく。で、実運送はだから初荷主と直接の契約関係なかったりするんですね。で実運送会社が着荷主のところに行く。で、着荷主とこの運送会社は当然契約関係ない。こういう物流って物を届けているので、一見こうつながっているように見えるんですけど、実際は本当にバラバラ で、その結果何が起きているかっていうと、私は負の円環構造って呼んでるんですけど、みんながみんな互いに相手のせいにする。どういうことかっていうと、その初荷主は着荷主、いろいろ効率化したいんだけども、着荷主のリードタイムがあるから効率化できないなと、文句があるなら着荷主に言ってくれという。で、着荷主はパレット化とかですね、すれば効率化できるってのは分かってるんですけども、それは自分たちがやることで、初荷主がやることだからといって自分のせいじゃないと言って初荷主のせいにする。で、物流会社は持っていった時に着荷主と何の関係もないので、じゃあそこでこれ2役で2押しやっといてと言われても、それ断れない。直接契約関係ある相手でもないので、で不平を持ち帰って帰ってくる。でも初荷主に対しては多重下請けでいる立場なので直接言えない。こういうふうに一見みんな関わってるんですけども、みんなが互いを非難するというかですね、責任を押し付け合うような、そういう構造ができちゃってるんですよね。で、そういう中で、コープ札幌さんは完全自前化された。で、これはもう本当にそれに対するもう本当一つのアプローチで、言うはやすしで、本当に実際にはさまざまな課題あったと思うんですけど、まさにそうやって全てをこう物流を取り込んでですね、ちゃんとトータルで全体最適のデザインをやるということが、その今申し上げたこの負の連鎖を断ち切る、一つの有効なアプローチだと思うんですけど、なかなかそれを実際に実行に移せている事業者っていうのはもう日本の中でも数少ない。で、特にコープ札幌はその取り組みが今一番進んでいると思います。で、お話しあったトドックもですね、これは本当に我々のような行政から日本全国見ているものからすると衝撃でありまして、今例えば鳥取でですね、JA の A コープですら撤退するというようなことが起きているわけです。で、東京でもですね、正直都心部の中でも買い物並みの方いらっしゃいますし、あるいは郊外の団地とかですね、そういうところでも、程度の違いありますけど、やっぱ買い物並みって言われる方いらっしゃる。ところが北海道では、トドックを使えばですね、先ほど話があった、2万 SKU の商品にアクセスできて、買い物を楽しめることができるっていうことを、しかも高い利益率でそれを企業として実現されている。これはもう本当に氷の奇跡と言ってもいいんじゃないかというようなふうに私としては本当に感じております。日本ってサプライチェーンマネジメントをするじゃないですか。で、サプライチェーンというのは川下から川上まで一気通貫でいろんな事業者がこう横つながりでずっとね、滞留在庫なしにこうスライドしていくのがサプライチェーンですよね、ところがそれがね、全部分割されてるんですよ。で、分割された下に必ず IT のベンダーがいて、別のシステム構築をみんながやってるんですよ。で、そうするとね、真ん中の、いわゆる物流をやっているところの会社がさらに下請け構造だと、下請け構造に対してさらにシステム開発をするかっていう話までなっていくんだよね。で、そうするとね、仕組みもね、全部バラバラなの。で、そうするとね、これの統合っていうのはね、それぞれに利権が伴っているので、もう全然簡単な話じゃないと思う。だから完全に自社化して一気通貫にしたところだけが暫定全体最適の絵を描けるんであって、これね、それ以外のところはね、解決しないんじゃないかというふうに実は思ってるんです、はい、いや、その通りだと思いますね。私もやっぱり日本のスーパーっていうのは非常に個性が豊かで、各地域ごとにいろんなスーパーがあって、それはとてもいいことだと思うんです。ただその反面でやっぱりその個別最適が行き過ぎてしまっていて、その結果今おっしゃったように、その個々の現場現場ではやっぱり日本の小売さんって店舗の従業員の方もすごく笑顔もあって一生懸命働かれている、こういう物流センターの庫内の作業員の方もすごく生産性高いと思うんです。で、その各現場現場は生産性高いんですけども、その違うところと結ぶところ その結節点といいますかですね、そこでですね、いかに、荷待ち時間なんていうのはその典型ですけど、もっとそれ以外のシステムのことも含めて、その結節点で非常に無理
よく無理無駄ムラって言ったりするんですけども、これが生じていて、その結果やっぱ日本の小売って全体で見ると日本の流通業生産性低いよねと言われるんですけど、それはなんか現場の方にとって本当に失礼な話というか、もったいないことになってるなと思っていて、全ては各現場で頑張るんですけど、結果全体がつながって最適化されてないって、そういう問題があるなと思っております。今小森理事長から話があったことに関わるんですが、我々先ほど申し上げたように今足元の対策としていろいろやってますが、それと同時に中長期的に2040年頃を目指して、あるべき物流の姿としてフィジカルインターネットというちょっとカタカナで恐縮ですけどものを提唱させていただいてます。これはヨーロッパで始まった考え方なんですけども、インターネット通信、あれもパケット、小包みですよね、情報をパケット化して、それを最適な専用回線じゃなくて共通の回線で一番最適なルートで目的地に届けるというのがインターネットの世界では実現していて、それをリアルフィジカルの世界でもそれを実現しようというのをフィジカルインターネットと呼んでます。で、要すれば究極的な共同輸配送、一緒に物を運べるなら運びましょうって、その発想をただカタカナにしているだけなんですが、2040年頃にはですね、こういうことを実現していく必要があると。で、そのために冒頭申したように北海道は特にやっぱ物流の面ではですね、需要がすごくまばらに広大な土地に広がっていて、かなりチャレンジングな環境であるということはこれは事実なので、だからこそ北海道であればですね、こういう新しい将来に向かうための実証とかをですね、試す意義というか、その土俵があるんじゃないかということで、北海道で2つ実証をやらせていただいています。で、どちらもコープ札幌さん関わっていただいています。で、まず1つは先ほど大水理事おっしゃってたように、 IT システムがみんなバラバラだと。で、バラバラなものをですね、統合するのは難しいんですが、バラバラなままでもですね、物流情報を送受信きちんとできるようにする、そういうデータ連携のシステムを構築できないかということを今やってます。ちょっとテクニカルありますが、ASN という事前出荷情報とかですね、こういう今物流情報っていうのは皆さんドライバーの方が紙伝票を持ってそれで現場に行ってやってるんですね。で、紙伝票を非常に非効率で、紙伝票の管理にもコストかかりますし、貴重な輸送データがもう山のような紙にうずもれていると。で、それをしっかり電子化するってことがまず大事なんですが、電子化するだけじゃなくて、やっぱそれをいろんなプレイヤーとデータ連携するようにならなきゃいけない。ただそのためにはそれぞれの荷主さん、物流会社さんが使っているシステムがみんなバラバラだと、このままだとつながらないので、それを間でつなぐために国の方で整備をしたデータ基盤というものがありまして、それを使ってバラバラのシステムでもメッセージを送受信、今皆さんが普通にメールを送受信するときに、その Google なのか Apple、iPhone なのか、マイクロソフトのパソコンなのか気にしないでメールの送受信されると思うんですけど、それと同じことをですね、この物流情報でも当たり前にできるようにしないかということでやっている実証をコープ札幌さんにもご参加いただいています。で、もう一つの実証は、リードタイムをですね、なるべく伸ばすということを実証としてさせていただいています。で、トドックの肝もやはり週1の宅配にしているということが大変重要なポイントだと思うんですが、やはりさっきデータ連携をしてですね、じゃあ共同で運ぶといっても、明日持ってこい、今日持ってこいだと、それ最適な組み立てをすることができない、その余地がないと思うんですね。やっぱりリードタイム、適正なリードタイムを確保するということは全ての基本でありまして、で、ただどうしてもこういう消費者に密接な食品ですとか日用品っていうのは、やっぱ消費者の行動に密接に結びついてますので、皆さんも平日あんまり買い物しないで休日に買い物するとかですね、あとやっぱり特売とかがあったりすると、そこで需要が大きく乱れるわけです。で、その乱れはしょうがないので、ただその乱れをそのまま物流に反映してしまうと、とんでもない物流の非効率になってしまう、なってしまっている現状がやはりありますので、今試させていただいているのは、その特売も含めてですね、サプライチェーンの起点である小売のところで、消費者の行動によってどうしても生じるその波動をですね、なるべく少なくする、波動の存在がすなわち物流の非効率になりますので、その波動をサプライチェーンの起点である小売でなるべく抑えるという工夫を、新しい DX の技術を使ってできないかというところで取り組まさせていただいている、その実証に今コープ札幌でご協力いただいているということになります。で、この結果特売であっても適正なリードタイムを、確保できるというような今知見が集まってきておりますので、これがあればですね、より物流 の組み立てやすさ、強調をするその幅、検討の幅がより広まる結果が出ているのかなと今思っております。これはね、データ量、過去データの販売データとプライスラインのデータがどういうふうに一致して ID に紐付いていくかってやつの、コードについていくかっていうやつの蓄積量で決まる。じゃあもう今までの過去のデータがあるからこそ、うち13年分あるからね、できるね。いや、それをできると言える小売さんは多分コープ札幌さんぐらいなんじゃないかなと思います。うちはそれに商品の使用データまでついてるから、
商品の成分から始まって、配合まで全部データもらっているので30万カルテあるのでできることはいっぱいありますよ。400メーカー、あと卸13かな、でこれを全部ペーパーレス化をしちゃったんだよね。でそれはまあ1年ぐらい説得にかかったのよ。だいたい卸がね抵抗するわけよ、めんどくせえとかっつって説得できないとかって。でもねずっとやってたら結局うちに持ってくるんでしょということでやり続けたらね、一応卸の方も生産性が上がるので、でそのことが一つのポイントになってダダダダッとみんな決まったんだよね、ほぼ。だからそれはそういうことができる組織ってなんか日本でなかったみたい でいきなり日本ロジ大賞もらっちゃってさ、大変申し訳なかったなと思うんですけど今でも私どもは自分のところの物流だけではなくて札幌ドラッグストアさんの物流だとか、いわゆる無印良品の物流まで全部受けてるわけだよね。でなおかつ地方に行くと例えば某小売業 の地方便のそれも協配までやっているので、そういったことはねこの数年間の中で経験値であるので全然抵抗感がないんですよ。だからある意味で言うとこういう物流の、いわゆる効率化を進めていくっていう時の前提はリアル物流の僕ね定時定点配送ができている物流ネットワークを構築しているところが全てこの起点になるんだろうなっていうふうに思ってて、でそれを毎年毎年どうやって充実させていくかっていうことをやっているという関係だよね。ホープ札幌さんはさらにその帰り荷の問題もですね運べるものをですね、例えばその突端部にある飲食料品なんかのですね製造メーカーのものを、まあ、帰り荷で運んでらっしゃるということもお聞きしてますが、これも大変素晴らしい取り組みだと思っていて、やっぱり今物流問題盛んに言われてますが、これ積載率日本全体でいうと4割なんですよね。なので6割は空気を運んでいると。なので、まあ、言う人によってははっきり言って物流問題危機でも何でもないよねと、だって6割まだ改善の余地があるんだからということも、まあ、その通りでありまして、でただやっぱり片道フルで運んでもやっぱ帰りがからだと 50% が上限になってしまうので、この帰りをどうやって埋めるか、でそこでいかにまあ、縁がないような方ともですね物流をプラットフォームのようにしてそこでつながって、じゃあうちで運ぶよというような形で今運んでらっしゃると思うんですけど、やっぱこれからますますそうやって今の物流のリソース定時定点のリソースをみんなでじゃあどうやってこれを使うか、使わせて、まあ、あげるというか使わせるか使うかっていう、そういう関係共依存の関係になるのかなと思ってます。で私どもは店舗に、週6日発送をね 100店舗にしてますし、宅配のセンターには週5日配送していて、これは実は定期路線便なんだよね、道内全部。だからこのネットワークとあとはこれに載せる、いわゆるキャパが増えれば増えた分だけ、さらにその何て言うかな、道内物流 のインフラとしての価値が上がってくると思ってるんですよ。だからそのためにまあ、最先端の技術導入をするとか、ピッキングにおいてもロボットを入れるとか、そういったことをね一生懸命やってきたと。でそこでねやっぱり生産性も勝負になるし、まあ、そこのインフラをどうねレベル高く持っていくのかっていうことは今後も課題だし、これからもやっていきたいというふうに思っていると、こういう話です。はい、やっぱり物流 のインフラ基盤をどう強化するかっていうことが大事で、今Kさんの方と一緒にさせていただいているもの以外でも我々の物流センターがいわゆるスルー型の物流センターだったんだよね、小売業全般そうなんだけど、でそれをストック型の DC センターに変えていくっていうね、そういうことで去年からやっていて、でそれが大型冷凍倉庫をすぐ横で57億で開くんですけど、まあ、これが一つのストックセンター でこの後も大福さんのシャトルラックの最先端のやつを入れるので、でそうすると2000坪の常温物流センターの中で800坪開くんですよ。でそうするとこれ積載効率も要するに倉庫スペースの中の作業効率も上がって、はい、空間容積も新たに出てくるので、さらに何ていうかな、外部 の物流受託を楽勝できる条件整備をやってるっていうね、こういうことなんです。でその上でね、さらにこの後の物流問題で大事になってくるのは何かっつったら、やっぱりね無人運転だと思うんだよ。で無人運転は北海道の基幹物流ぐらいは無人運転にできたら、でこれはね相当ね物流事業においては
コスト削減にもなるし、人材不足の問題がね解消していくんじゃないかと思っていて、まあ、その拠点作りみたいなことはねぜひやりたいし、これは国交省だと思うんだけど、そういうねトラックの無人運転どうするかっていうことについてはぜひ積極的に参加したいなというふうに思っているということなんです、はい。であとはね事業的に言うと2年前から実は地域の学校給食もね、はい、3町村ぐらい受けていて、そういうところに対しては広域に実は給食センターからバルク方式でトラックで高温帯を維持しながらですねちゃんと運びをするみたいなことまでやっていて、いわゆる行政のいわゆる持っているそのいわゆる事業に対する補完的な役割っていうか、まあものによっては取って代わるっていうことになっちゃうんですけど、その行政がいわゆる地方財政も含めて人口が減って補助金が減って収縮化していく中で不効率になる業務の置き換え受託を我々はやってもいいと思ってるんですよ。でそうすると今道内に実は給食センターって6ぐらい持ってるんですけど、はい、で今学校給食センターをいろんなところがオファーがあって、で、まあ、順番に決まってくると給食施設を民間委託型にしてもらうと給食以外にも、実は老人医療のため の, デリバリー給食ができますし、いろんな施設の給食も今度はバルクでできますし、さらに幼稚園のお弁当までできますし、はい、ということで学校給食法の既存の縦割りではない世界で委託型にすると3方向ぐらいの3方よしみたいなね世界になっていくので、こっちを我々が受託することによって一つのインフラ事業としてやっていけるなっていうふうに思ってるんです。だから食のプラットフォーム化っていうのは、まあ、そういった意味合いの中で物流と生産施設を同時に持ちながら全道ネットワークをカバーしていくみたいなのが実は食のプラットフォーム化って言ってる話でね、まあ、そういうところまでぜひやりたいなっていうふうに思ってると。まあ、今社会インフラってことはありましてまさにその通りだと思っていて、まあ、物流っていうのは本当社会インフラで、これがなくなればもう暮らせない、経済活動もできなくなってしまうと。でそういう中で、まあ、冷凍設備への先行投資というのも今させていると。で私どもそれも大変素晴らしいなと思っていて、やっぱりこのコールドチェーンといいますか、今冷凍技術ってすごい進歩していて冷凍食品もすごく美味しくなってきてますし、冷凍ってことはそれだけ先ほどの話もありましたけどリードタイムが伸びるってことにもなりますし、あと生産する人たちに、ものづくりをする人たちにとってもですね、朝4時からですね惣菜作らなきゃいけないとかですね、そういうことが減るかもしれないということで、皆さんにとって結構優しいものになると思うんですね。あと例えば私にも一人暮らしの今おばあさん祖母がいますけれども、やっぱり宅食とか取りますけどやっぱ残しちゃったりとかすることもあって、でも冷凍だったらですね食べたい時に食べたい分だけ解凍すればいいので、一人暮らしの高齢者の方が増えるとかですね、あと物流問題もますます人口減少で厳しくなっていく時に冷凍技術を使ったサプライチェーンというのはやっぱり非常に価値があるんじゃないかなと思って、そこにすでに今投資してセンターも今できているのは今見ました。この間来た時まだ更地だった、はい、それは素晴らしいなと思います、はい。冷凍にすると何がいいかというと作り手の側が保存量がいらなくなるんですよ、うん、より安全なものになっていくという点で、なおかつ素材が取れた旬の時にそのまま加工してしまえばそれが維持されるという点で言うと、本当に食が安全安心ということも含めて冷凍の方が担保できる要素は高いなというふうに思ってます。先ほど、アマゾンをベンチマークされているという話もありましたけれども、やはりこれから小売っていうのはそのリアル店舗と通販とっていうところが大きくこう競い合っていくのかなと。その中で、現状のままだと総論としてはリアル店舗なかなか厳しい、維持が難しいんではないかなということは我々も感じています。これは有識者の先生とか業界の方と我々も意見交換させていただいて、昨年報告書っていうのを出させていただいているんですが、ただその中でやっぱりリアル店舗の価値っていうのはなくなるものではないだろうと。やっぱりみんな買い物に行くっていう行動は根付いてますし、やっぱり買い物っていうのは楽しいものだし、リアル店舗っていうのはやっぱり残っていく。でただその時に、リアル店舗がそこにあるっていう価値をよりなんかいろんな意義価値をですねそこに多層的にこう見出していくっていうことが必要だなと思ってまして、今日コープ札幌新道店も私お邪魔しましたけど、例えばその文化だったり教育のご案内とかも
ポスターがあったりする。で先ほども話もありましたがリアル店舗を使って例えば健康診断とかその医療介護のサービスの拠点になったりする。でアメリカだったらですねあのリアル店舗がもう完全に物資の配送センターフルフィルメントセンターという形で、まあ、これが再定義されてやはり役割を持たされて残っていると。あのやっぱりこういうふうに今既存のただ物を陳列しておく場だけという意味でのリアル店舗ではこれからは多分まずくて、いろんな意義をそこに持たせていく。でその場合には公共セクターに今まで任されていたものを代替する、まあ、その郵便とかいろんなものをですねリアル店舗になってもらうっていう価値は将来あるんじゃないかなと思っています。物流で私も宅配が2万5000品目も今やっているの でこれで冷凍品が1500品目入ってくるということになってきた時にはほぼねあの生活用品は宅配でね揃っちゃうんですよ。あの何の苦もなく、はい。でそうするとまあそれで例えば今でも北海道の道北に一番ホタテで潤った猿払村っていう村があって、でそこは全世帯の 45% がトドックで生きてるんですよ。でそれで何も困ってないという、はいはい、あのローカルコンビニに2つあって終わりっていうね、うん、あの村なんですけど、そんな風になっちゃうんだよね。でそういった意味で言うとやっぱり最後まで週に1回だけど集約配送で3温度帯冷凍冷蔵常温が一度に行くっていうね、はい、このスタイルが実は究極のエコ物流の業態じゃないかと、はい、末端顧客まで行くっていうふうに思っているので、これは人口が減っていくっていう局面があった時には実は人口あたりで、例えばコンビニエンスが成立しなくなるのは2班40万割った時にはみんな赤字になっていくわけですよね、はい、でそう撤退する。で撤退しても我々の届くは引き続きじゃあやってない人のところにアプローチをかければいいだけの話なので、そういった人口減少の中での小売業の衰退との関係でいうとうちの宅配はまだ伸び続けるということは多分間違いないだろうなというふうに思っているので、そういった意味で のお役立ちのできる可能性っていうのはやっぱり週に1回人が行くなおかつ物が行く、でそこでいろんな意見交換もできるっていう価値をねどう最大化するかみたいな、そこがまたね新しい資源になっていくんだろうなというふうに思ってる、はい、いやおっしゃる通りだと思います。その店舗がやっぱ撤退するその0か1かじゃなくてですね、そのゼロになってしまうともう壊死してしまいますので、末梢神経といいますかですね、私も、マラソンとかするんですけど、そのマラソンの時にその末梢神経が大事だってよく言われるんですけど、その末梢神経をやっぱりどうやって着ながらせるというか、そこを元気にするかっていうその知恵ですよね、そこの末端まで届けきるっていうためにはやっぱ週1っていうふうに医療タイムを区切ってですね、でしっかりその分2万 SKU ものラインナップでお届けする豊かさを維持するっていうのは、これはコープ札幌を見習ってやっぱ日本全国各地がこれから直面していく現実問題として向き合わなきゃいけない課題ですので、これを非常に学ぶ意義が、北海道という課題先端地域であるのかなと思っております。これ北海道で古く入植してまだ170年ぐらいの歴史しかないんだけど、それでもこの北海道に住んだ人はやっぱり北海道でね田舎でも住み続けたいと思ってるんだと思うんですよ。で機能がどんどん落ちていくので、中核都市にねスマートシティじゃないですけど移行せざるを得ないみたいな話になるんだけども、最低でも食のインフラがギリギリまで維持されたら、あとは病気になるかということでの、対応なので、我々はそういった意味で食のインフラぐらいのところは完璧に網羅できているので、そこら辺はねもう北海道は大丈夫かなっていうふうには思ってるんですよ、はい。ただそうなってきた時に人口も減るで、なおかつ我々はライフラインとしてはできるんだけど、次の問題は産業振興をどうするかっていう問題なんだよね、はい。そこには雇用があるし働く場がないとダメなので、小売業という概念ではなくて北海道の一次産品をなるべく一次ではなくて6次化できる水準でどこまでやりきれるかということのサポートをそろそろ本格的にしていかないとダメだろうなと思っていて、今ですねいろんな食品会社を順番に実はうちに来てるんですよ。で関連会社化をして今順番に進めているということで、でそこでやっぱり北海道で最終製品まで作ってお金が落ちる構造を作らないと、はい、ね、やっぱり原材料だけは全部北関東に行って処理して終わりっていう世界にもうなっちゃってるので、はい、そこはもう一段の歯止めとそういう対応をですねどこまでやれるかっていうところは我々のこれからの課題かなっていうふうに思ってると。なるほど、ね、それはまさに何でしょう、我々、経済産業省としてもですねそれはもう大いに我々の課題でもあるなと思ってまして、
まあ、飲食料品製造業もそうですし、まあ、ちょっと話題変わってしまいますが、今半導体もですね、北海道で大変ブームが起きていると思いますが、やはり国内の生産拠点、生産空間をやっぱり立て直すというか、しっかり人々がそこで暮らすためにはですね、そういう製造の生産の拠点がなければいけませんので、やっぱりそういったところをしっかり国としてもっと本気度を持ってですね、行政の立場からできることはサポートしていきたいというふうに思っています。あとはね、観光資源がインバウンドいっぱい来るので、ローカル産業のね、やっぱり高度化っていうのはね、大事だなと思うんだけど、で北海道がダメなのはね、ブランディングがダメなのね。北海道という名前は立ってても、それを海外にいた時に、じゃあ北海道のどのメーカーかまでは言わないいけないんだよね。北海道産っていうだけの話であって、で圧倒的に生鮮食料品が多いので、食料品の世界、加工食品の世界は全然ダメですよね、認知度がなくて。やっぱりそこかなっていうね、最後ね、そこはじゃあまだまだ伸びしろが、伸びしろがある、後継者のいない製造業いっぱいあるし、なおかつ採用ができないメーカーもあるし、それは私どもが代わりにやるっていう話はこれから出てくるだろうなと。いや、店から遠いところにある移動販売しところに、町村に行くのに、高速道路を使わなきゃいけないといけないって言ったら、移動販売車はペイしないんだよね。でさ、高速料金だけは地方自治体が出すって言ってくれたので、例の長万部町と黒松内町とあと、豊幌町かな、3つがさ、OK になって、で伊達から行ってるというね、こういう話だよね。だからある意味で言うと、そういう買い物難民対策も、店がないところでも現物を持っていくっていうニーズは高齢者多いの で、それ一部地方自治体が負担をしてくれれば問題解決しますよと。店のあるところはもう移動販売車96台ぐらいあるので、ほぼ網羅してるんですよ。だからあとはそういう網羅してないエリアがまだあるの で、そこは行政からのアプローチがあれば、一部負担していただければそれで対応しますよっていうことでやってます。なるほど。今回年始に能登半島地震があってですね、我々の方でも日常生活必需品の物資輸送を弊社でやらせていただきました。その時にやっぱり能登半島の先端というのはもともと店舗もなくて、というので今回の災害対応でもやっぱ移動販売車が相当活躍をいただいたんですね。それもあって、やっぱりこれからそこに山間地とかですね、そういうところでやっぱり移動販売車っていうのがオプションの一つとして、これも当たり前になっていく未来が来ないとまずいんじゃないかなと。そうですね。小売業っていうのは古くからある産業でもあり、人々が暮らす限り、絶対になくならない、エッセンシャルワーカーというふうにこの中でも言われましたけれども、そういう産業だと思ってます。でただ未来を見ると、厳しい観測もあって、やっぱ人が減っていく、で人手不足っていう問題もありますし、あとなかなかこう利益率が低かったり賃金も低かったりとかですね、そういうことが日本全体では言われています。でただそういう中で、さらにより厳しい制約もある北海道、河南生態地域でもある北海道で、コープ札幌さんは、そのチャレンジングな環境だからこそ、新しいことにですね、どんどん挑戦されてきた、もっと先見の目を見て投資もされてきた。でその結果ですね、多分コープ札幌で働いている方も含めてですね、非常に何でしょう、いい働き方をされているんだろうな、それで会社としてもしっかり利益を取りながら、それをサービスに還元してといういいモデルをですね、厳しい地域であっても回している、これは本当に日本にとって、先ほど光だと申し上げましたが、本当に他の地域が見習うような知見が詰まっているんだろうなと思っています。で繰り返しですけど、やっぱり買い物に行くというのは何かと皆さん楽しいことだし、生活に必要なことだし、これからもなくならない。でも今それが物流の危機ということで、本当に将来維持できるのかっていう危機がですね、今日本全体を追っていることはこれ事実で、ただこれを突破していく知恵というかですね、そういう知見というのは必ずあるはずで、それはやっぱりそういう知見をですね、こう先駆者としていろんなところを切り開いていただいているコープ札幌から学べるところをですね、我々国としてあくまで国の立場では、それを幅広くですね、こう横展開させていただくとか、可能な限りのサポートさせていただくことによって、ぜひ日本全体の危機を乗り越えられるようにしていきたいなというふうに思っています。素晴らしい。先駆者である。素晴らしい。最後じゃあちょっとこう、はい、言うことないよもう。ちょっとやっぱりね、行政と一緒になって問題解決をしていくっつった時に、やっぱりね、人口減少社会、日本がやっぱりこれから本当にね、
あの高度経済成長みたいな夢ってのはないわけであって、でそういうポジションの中でいかにこうあの縮縮っていうのかな、縮むけど充実した生活をどうやって維持できるのかっていうことができたら、それは世界の中の日本の課題だっていうふうにも思っているので、あのそういうことに寄与するいろんなチャレンジングなことっていうと、我々はあの、まあ、物販からあの情報から足回りから全部持っているの で、 でそのプラットフォームを使ってやれることについてはいろいろご提案いただければ私ども大いにやっていきますので、今後ともよろしくお付き合いいただければということであります。はい、相原さん今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。お願いします。